現在、日本人の死因第2位が心臓病ですが、その多くが狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患に関連したものです。狭心症と心筋梗塞の発作は冬に起きやすく、これからの季節注意が必要です。今回のテーマは、冬に向かって狭心症や心筋梗塞の発作のリスクを下げるために注意することです。狭心症や心筋梗塞の発作は、大動脈から心臓に向かって枝分かれした冠動脈の血流の障害によって起こります。心筋の酸素不足が短時間に回復すれば狭心症、血流が長時間途絶えて心筋に壊死が生じれば心筋梗塞となります。狭心症にはいくつかのタイプがあります。動脈硬化によって冠動脈の断面の血液が流れる部分の面積が 25% 以下になると、日常の労作で発作が起こるようになり、労作狭心症と言われます。また冠動脈に痙攣が起こる関連縮も重要で、日本人の狭心症患者さんのおよそ4割が関連縮性狭心症との報告があります。心筋梗塞は変性した脂質を多く含むプラークと呼ばれる動脈硬化病変の皮膜に亀裂が生じ、周囲に血栓ができ冠動脈が閉塞することによって起こります。このプラークの破綻には血圧や血流の急激な変化が関与すると考えられています。関連縮もその誘因の一つと考えられています。冠動脈に痙攣が起こる関連縮は、夜中から明け方にかけて起こりやすくなります。この時間帯にいきなり寒さを感じ、冷たい空気を吸い込むと関連縮がより起こりやすくなります。これからの寒い季節、狭心症や心筋梗塞の発作のリスクを下げるには、特に高齢者や高血圧症、糖尿病、脂質異常症、喫煙歴などの動脈硬化の危険因子を持っている人は一層の注意が必要となります。狭心症や心筋梗塞の発作のリスクを下げるには、日常生活において血圧や血流の急激な変化や関連縮が起こりやすい状況を避けることが必要です。朝の洗顔には温水を使いましょう。飲食の後は消化管や肝臓に多くの血液が必要となりますので、飲食後すぐに運動することは避けましょう。アルコールを取るとはじめ血圧が低下しますが、酔いが覚める頃になると血圧が上昇します。また翌朝に関連縮が起こりやすくなります。冬の入浴は事故が多く、特に注意が必要です。寒い脱衣室や浴室での動作により血圧が急激に上昇します。次に浴槽で湯に浸かっていると、温熱効果により今度は血圧が急激に下降します。その後温まった体で再び寒い脱衣室に戻り、服を着るなどの動作でまた血圧が上昇し、その後は体温が保たれ血圧が下降します。このように冬の入浴は短時間に目まぐるしく血圧が変化します。冬の入浴の注意点として、入浴前に脱衣室を温めて浴室内との温度差を少なくする、急激な血圧上昇を避けるため、入浴前に上半身、下半身に分けて掛け湯をする。お湯の温度は40度以下のぬるめの湯にする。食後は30分以上空けてから入浴する。多量のアルコールを取った後の入浴は避ける。このようなことが挙げられます。これからの寒い季節は狭心症や心筋梗塞の発作が起こりやすくなります。生活習慣に加えて寒さの中での作業、入浴の方法、アルコールの摂取量などに注意しましょう。